収まります。ゲートイン完了です。スタートしました。揃いました。綺麗なスタートを見せています。第1ルビーは好スタートを切りました。内の各馬を見ながら先行しますが、内から1枠2頭勝の女王とモナリザが上がってまいりまして、2頭の先行争いに第1ルビーが加わりました。そして連れまして東アルビー行って4頭の先行争いです。3馬身ぐらい差がついて天山パノーフ5番手に上がってきて、内からエスケーローズ差がない追走、最内に競泳タップがおります。これから各馬は第1コーナーカーブに入りました。先団4頭がややばらけてまいりましたが、外をついた東アルビーが果敢に先頭を飛ばしていきまして、早くもリードを3馬身4馬身取りまして、第2コーナーカーブ2番手にはモナリザ、そしてまた3馬身ぐらい差がついて勝の女王3番手、また開いて2馬身差2頭並んで内から競泳タップ、そして控えた第1ルビー5番手の位置、遅れまして1馬身半差2頭並んで天山パノーフ外、内を回って半馬身差新忍は内、遅れて2馬身差2頭エスケーローズ外、内を回っては成田試合機の2頭1馬身差ビッグウェーブ、その後混戦状態固まっています。外をついてキッカローバートが行きました。そして内を回ってスルスと鉄馬ウィン、その中をついてはエイシンキャラル、中をついて11番メイクアウィッシュ、その後に1馬身差萩野ジョディ外から、あと2馬身差がついて芝姫鈴鹿、これから各馬第3コーナーカーブにかかります。あと 800m 標識は先頭東アルビーリードが詰まった2馬身のリード通過、そして2番手は1枠2頭モナリザ、勝の女王2番手3番手、そして遅れて1馬身差第1ルビーが上がってきた。先頭までは4馬身から5馬身ぐらい、その後2馬身から3馬身とちょっと馬群が切れて、競泳タップがインコースから600の標識を通過、第4コーナーカーブ先団4頭固まってくる。先頭は東アルビーが頑張ったがリードが1馬身ぐらい、2番手集団に懸命に取り継いだ第1ルビーです。第4コーナーカーブ400の標識を通過、先頭打ち出しいっぱいに東アルビーが待ってリードが2馬身ぐらい、2番手の争いは横に広がってきた。馬場の真ん中へ第1ルビーが行った。第1ルビーは馬場の真ん中へ内を回って勝の上空に下がる2番手3番手だが、第1ルビーが追い込んで2番手に仕上がってきた。 200m 通過、先頭は頑張る東アルビー、打ち出しといリードを2馬身から3馬身ぐらい、第1ルビーは2番手、第1ルビーは2番手、先頭は完全に東アルビー抜けている、リードは2馬身変わらない、2番手第1ルビーで今合流。6番の東アルビー打ち出しいっぱいを通って逃げ切り勝ち。